はい、皆さんこんにちは、チョコミントです。今回もですね、ビヨンド続きやっていこうと思います。よろしくお願いします。再開で、こっちですね。来た、白目来ますか。あれ、あ、来た。ヘレン、嬉しそう。君だったね。どうだ、会いたかったよ。行かせて姉さん。ほら、成仏。とても苦しい。成仏したいんだよ。お願い、行かせて。私たちを死なせて。お前、嘘だ。ヘレンじゃない、今のはお前だ。嘘じゃないよ、あなたが引き止めてるよ。そうだよ、二人は二つの世界の狭間で苦しいね。そんなわけはない、嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。冷静に話したいって言ったでしょ。いい、二人の気持ちは聞いたでしょ。さよなら姉さん。もう表情が苦しそうですもん、あれ、娘さんも奥さんも。追い詰めないで、ちゃんと綺麗に成仏させてあげた方がいいんですよ。出してあげるぐらいがいいって言いますよね。まあ信仰によって違うんだろうけど、ちょっとあの引き止めるのはちょっとやっぱりかわいそうな気がする。というか、私はどこに行けばいいんだ。どっか行くとこある。コールが言ってたのはさっきみたいなことなのかな、やっぱり。ここ行ける、エレベーターか。あ、何、びっくりした。え、もう殴られてばっかりなんだけど私。どういうこと。うわ、こいつか。大丈夫、出たよ。また会えたね。本当に全く厄介な状況だ。わかるね。生かせることも殺すこともできない。君の行動は予測不能だ。こんだけ能力持ってたらね、正直解決法は一つだけ。それは解放してくれないよね。君の体に薬物を注射する。そうすれば君はこの先永遠に眠る。お母さんと一緒にするつもり。君のお母さんと同じように。ほら、簡単かつエレガントに終止符を打つわけだ。身勝手すぎますね。さよならジョーディ、君の協力に我々は本当に感謝してる。いやふざけんな、この白髪野郎。カーネル目、カーネルではないか、髪型だけカーネル、カーネルサンダースです。やばいな、面白くないこと言っちゃった。これは縛られてる。ジョディ、君のおかげで私は事実に目を向けられた。お、よかった。助けて姉さん、助けて。私は太古からの夢を叶える。もう誰も死ぬことはない。もう二度と引き離されることはないんだよ。え、分かってなくない？言ったんだ。何を言ってるの？抑制フィールドだ。私がこれから停止する。インフラワールドが我らの次元に広がり、生と死が一つになるんだよ。最大の向こうにいるのは魂だけじゃない。ラスボスになってるじゃないですか、こいつ。シーソン、私は死に勝ったジョディ。
何一つ心配することはないんだよ。私を信じろ。何も心配することはない。あかんあかん。助けないと。なんか注射撃たれてるの？え？取れた。あ、この野郎。力が弱すぎる。力が弱すぎる。どうしよう。他の方法。他の方法。助けを。助けを呼んでこよっか。急いで。わかった。うわ、ふわふわしてますね。これ本当に弱ってる感じがする。コールは？他のチームメイト。コールどこ？ウィンストニック。有給中だよ。どこどこ？南国のビーチにでも行ってるんじゃないか。ラッキーなやつだな。で、声が聞こえるのにどこにいるかわからない。ああ、メイド、なんつうか出すの忘れてた。ボトルを開ける前に終わらせてもいいかい？ああ、どうぞ。どこにいるの？助けてコール。あ、こっち？あ、いたいた。助けて助けて助けて。ちょっとその前に気づいて。コールなら気づいてくれるはず。気づいた？なんで普通やねん。待って、他にないっけ。なんかここに霊体がいるのか。いるよ。そう、まさか。抑制フィールドに閉じ込められている。いるよ、ここに。エイデン。エイデン、エイデン。そう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 、気づいて。君か、エイデン。そうだよ。笑えないいたずらだぞ。いやいや、笑えないんだ、本当に。どうした、エイデン？ジョディは？いないの。いないのじゃなくて、大変なの。気づいてくれた。ジョディのところへ、連れてってくれ。オッケー。これどうしたらいいんだろう。こっちだよ。よし、次は？こっち。こっちだ。いいね、いいね、いいね。こっち。これどうしたらいいんだろう。ここだよね、多分。これどうしたらいいんだろう、気づかせるには。こっちだよ。この部屋なの。この部屋。オッケー、わかった。いいね、気づいてくれる。からの、ここ、ここ。エレベーターに乗れってことなのか。そう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 。え、地下？地下ですね。で、こっちだね。ガード大丈夫、任せとけ。どうしました？コールフリーマン、レベル3の許可が下りてる。彼も一緒だ。すみません、フリーマンさん、このレベルの許可リストには載っていないようですが。急いでるんだけど。別に通してくれないか。実は彼を。すみません、このエリアはレベル4の機密エリアです。あなたには許可が下りてません。にゃんだとの石頭。どうしよう。ちょちょいとあれを動かせばいいんでしょう。通れるようにしてくれ、エイデン。OK、 動かしといて。この野郎。こちらデスク42。
こっち。もしもし。オッケー、はい、入れる入れる。つけるよ。いいね、ちょっとこう繋がれるのが、気づいてもらえるのいいね。見落としたんじゃないか。もう一度見てくれ。コール・フリーマンとライアン・クレイトンだ。ドヤ顔ですよ、コール。ほらみー、ほれみー、ほれみー。申し訳ない。ああどうぞ。どうも。次から顔パスや。急げ、エイデン。ジョディのところへ。ジョディがこっちで、こっちで、こっち、これだ。最後は動いた。オッケー。で、どこだろう。待って、これを動かそう。よし、だよ。次は。次はね、これどこになるんだろう。あ、こっちか。ここ。あそこだ。気づいて。でも怖いな、ちょっと大人のあれでこの二人もやられたりしないかな。開けて。ここなのか。うん。開けて開けて。あ、ナイスナイスナイス。大変。もうこの二人しか信用せん私は。抑制フィールドを止めようとしてる。何？どうしてそんなことを。普通じゃないな。普通じゃないな、あれ。戻せると思ってる。早く止めないと。抑制フィールド。あら。抑制フィールド。やられた。大変だぞ。やばいやばい。待って。ね、待ってください。停止。時間が迫ってきたので、ちょうどいいように停止しますね。ここで。みんなちょっと続きが気になるかなっていうところで停止しときます。次につなげるために。じゃあ、次回は脱出ですね。ちょっと、ムービーゲーなので、あんまりうまく実況できてないけど、皆さん一緒に脱出見ていきましょう、次から。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。バイバーイ。